はい吉田隆の教え方チャンネルです、えー、今日は2年生の道徳ドキドキしたけどについてお話をします、えー、内容項目は親切思いやりですはい、えー、これは3つの話からできている漫画です1つ目消しゴムを忘れた理科さんに消しゴムを貸してあげて喜ばれた2つ目お父さんと買い物に行った時迷子を見つけてお父さんと一緒にサービスカウンターに連れて行って迷子のお母さんに喜ばれた えー、3つ目、えー、近所の田中さんがハンカチを落としたのを見つけて田中さんに届けたら喜ばれたという話ですはい、えー、この話なんですけれどもまあ、シンプルな話が3つですね 親切をしようかどうか迷うんだけども、まあ、勇気を振るって親切をしたところを喜んでもらったとこういう流れになってるんですよね学習指導要領の解説で言うとその結果として相手の喜びを自分の喜びとして受け入れられるようにし具体的に親切な行為ができるようにすることが大切であるとまあね親切な行為するにはちょっと勇気がいるとこのあたりが中心かなとも思うんですけどもね まあ,これあまりにもね当たり前すぎるので、えー、むしろ、ね、えー、親切をすると自分も嬉しくなるとこのあたりもう一度押さえておきたいとそれからですね困っている人を助けたいという気持ち大体ね多くの人と言いますかほとんどの人持っているんですよねこのあたりも、ね、あのちょっと子どもたちに意識させたいなというふうふに思いました、えー、そこで,ですね3つの話に共通する部分を考えさせ 人は皆困っている人を助けてあげたいという気持ちを持っていること助けてあげることが自分の喜びにもなるということに気づかせると、まあ、こういう方向で指導計画を立ててみました、はいえー、それでは授業です、えー、まず親切にしてもらって嬉しかったことはありませんかとこれ2年生の子どもたちですのでね、えー、結構たくさん発表してくれるんじゃないかと思いますね えー、その上で漫画の位置の話を見せて、えー太さんはどうしてリカさんに消しゴムを貸してあげようと思ったのですかと、まあ、これは困っているからというふうに単純に、ね、答えが出てくると思いますね。まあ、この単純なことこそ、ね、たくさんの子どもたちに同じでもいいから発表させたいですよね。えー、続いて、ね、リカさんの様子を見てソー太さんはどんな気持ちになったでしょう、よかったとっいうのが出てくると思いますね。 えー、このあたりも、ね、たくさんの子どもたちに発表させたいですよね。あとは、ね、これを繰り返します、えー、次に2の話を見せて美桜さんはどうして迷子になっている子に声をかけようと思ったのですかと、えー、お母さんにお礼を言われて美桜さんはどんな気持ちになったと思いますかと3の話を見せ春樹さんはどうして田中さんにハンカチを届けようと思ったのですか。と 田中さんにお礼を言われて、春樹さんはどんな気持ちになったと思いますかということでね、同じ発問を繰り返したいと思います。できるだけね、たくさんの子どもたちに発表させたいですよね。その上でですね、颯太さん、美緒さん、春樹さんは困っている人を見て、人を見て助けてあげたいという気持ちになりました。皆さんにも同じような気持ちはありますかということを聞いてみたいですね。2年生ですから、素直に言ってくれると思いますね。 えー、その上でですね、まあ人は皆困っている人がいたら助けてあげたいという気持ちを持っています。あとはそれをできるかどうかですよと、まあ、ここでちょっと勇気に触れようかなと思いますね。はい、えー、そしてですね、ここなんですけどもね、皆さんは3つのお話の中で、どれならできそうですかと、全部できるっていう子もいると思いますしね。えーね えー、無理っていう子もいる部分があるかと思いますね、このあたりも少しね、話し合わせてみたいと思いますね。はいえー、続いてですね、蒼、え、太、ー、さん、ミオさんは、ミオさん、春樹さんは困っている人を助けてよかったという気持ちになりました、皆さんも親切をしたときによかったという気持ちになりましたかということで、すね、えー、このあたりも、ね、たくさんの子どもたちに発表させたいと思いますね。 はい最後はね、人を助けると、なんだか自分も嬉しくなります、これは人助けをした時のご褒美だと先生は思っていますと、こういう形で締めくくりたいなというふうに思います。ある意味、当たり前のことなんですけどもね、えー、せっかくこういう教材があるので、そういうことを確認するという授業ではどうかなというふうに思っています。 YouTube 動画とは別に、吉田隆チャンネルというホームページを運営しています。毎月行っているセミナーの案内、教科単元ごとの動画へのアクセスリンクなんかもありますので、ぜひご登録をお願いします。はい、ご視聴ありがとうございました。この動画が役に立ったという方、いいねボタンをクリック、そしてチャンネル登録をお願いします。